ナルト、俺様も戦いに参戦。オーライ。おっちゃんのサポートがあれば有利に戦える。なら俺はこの戦いは絶対に負けられねえ。人に。サンキュー、ウィーノちゃん。一緒に戦うってばよ。オッケー。戦闘開始。いいか、やるべきことはそう難しくはない。バカ野郎、この戦いはキュウリのチャクラを奪うが目的。けど今のキュウリは元気で難敵。まずは奴の体力を削るのが優先。出ないとチャクラは奪えません。キュウリの攻撃はかなり熾烈。それをかわして近づけ。シレット。八尾と組んだよ。九尾の陣中力と変わるもの。まさか、わしの力をそう簡単にコントロールできると思うなよ。やめて。そんなバトルキー負けてたまる。わしの力をコントロールするのは大無理な話。わしからすると貴様は小さな存在。腐れんじゃねえ、バカ野郎、この野郎。貴様の中に行くし、もう一度呼び起こしてやる。必要な時に俺のように最高の手柄さの登場で敵に登場。よし、よし、よっ、よっ、よっと。なんだよこれ。
お前はわしをコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部に過ぎる。あなたはここにいていいのよ。ナルト。なんだ？どうしてこんなとこに人が？それに、なんで俺の名前を知ってる？そっか、そうよね。じゃあ、私が誰か当ててみて、ナルト。まさか。もうわかった？お前、キュービの正体だな！なんという野蛮な笑い！女に化けて俺を騙すつもりだったな、キュービの！違ってまで！いってぇ！あ、ツーハッツ。いきなりどついちゃった。ったく。何なんだってば。ってばね。生まれつきせっかちで早口だからつい変な口癖がついちゃって、出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。じゃあみんなと何も言わなかったのね。もうまったく。そう、私はあなたの。ずっと会いたかったってばよ、かっちゃん。てばよ、か。やっぱり私の子供ね。おのれ、わしをここまで縛りつける、この忌々しきチャクラ、屈しな！母ちゃん。ん？なんでもないってばよ。ナルト、お父さん、ミナトにはもう会った？父ちゃんなら前に出てきてキュービの暴走を抑えてくれたってばよ。あん時もすげえびっくりしたっけ。そう。そういや、母ちゃんはなんで？ミナトはあなたがキュービの力をコントロールする時のために私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。そうだったのか。何？さっきから私の顔に何かついてる？で、そういうんじゃなくて、母ちゃんが美人な人でよかったなって。あら、そりゃどうも。髪は父親似だけど顔は私に似ちゃってごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら俺ってば美男子ってことだろ？それに母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男はこれで二人目ね。そうなの？じゃあ一人目は？もちろん
あなたのお父さんよ。はあ、そういうこと。何が？あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ、父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？なんか恥ずかしいってばね。あ、てばねって言った。興奮してる。こういう時は動揺って言うんだってばね。また言った。私と湊が初めて出会ったのはまだ二人が幼かった時。私は田里から引っ越してきた身でね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私と湊は一緒のクラスになった。私から見た湊の第一印象は女男みたいで頼りなさそうでね。里のみんなに認められるほかげになりたいって夢を語ってたけど、私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんってばすっげえ強そうなのに。そうね、けど私はまだ若くて何も分かってなくて湊を見くびってた。ある事件が起こるまではね。ある事件？私は自分の赤い髪が大嫌いだったけど、その事件以来私はこの髪が好きになったの。何があったんだってばよ。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれてもうダメだと思った。でもその時、そこだ。そう、湊が唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。その時の湊はとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして何より湊を大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？え？ナルト、あなたを愛してる。愛してる。なんだろう、安心する。それにすっげー嬉しい。こいつ、力があふれる。今ならいける。勝負、俺が勝つ。戦闘開始。しゃべる。今よ、絶対に勝つ。そうだよ。
と。よっ、来るわよ。また、よし、お前と俺を止める。